リグ行きと言われるところでこういう意地悪な値動きが出始めるんですね。つまりもうねこういうサインが出始めたらですね、戻り売り押し目買いやらない方がいいです。見送りっていうのが正しい選択肢になってきます、うん、これは僕の経験上です、うん、はい、皆さんこんにちは、 CX アル投資チャンネルへようこそ。ゆかてぃんです。はい、ひろぴーです。はい、今回はダウ理論で勝つトレンドを見極めるヒントっていうテーマでお送りいたします。はい、トレンドの継続や転換を当てることができればトレードで大きな利益を出せると思いませんか？はい、今回は100年以上の歴史を持つトレンドの判断の理論であるダウ理論について紹介していきます。はい、はい、提唱者の一人であるダウ氏は、うん、ダウジョーンズ社を設立し、うん、また著名な経済新聞であるウォールストリートジャーナルを発行しています。トレーダーの神みたいな人ですね。うん、今回は FX 歴10年以上で多くの金融メディア出演経験のあるヒロピーと、はい、テクニカルアナリストのユカティンがダウ理論をトレードに生かす方法を分かりやすく解説していきます。うん、もっと利益を伸ばすことができるようになるかもしれません。はい、ダウ理論をトレード判断に迷った時の武器として加えてみてはいかがでしょうか。では目次に参ります。1、ダウ理論とは。2、6つの法則。3、最重要なトレンドの転換サイン。4、ダウ理論でチャート検証をしていきます。うん、ではそもそもダウ理論っていうのは何なのかっていうところですが、うん、アメリカの証券アナリストであった、チャールズ・ダウがですね提唱したチャート分析の理論です。まあ現世にも非常によく出てくるワードでございますし、うん、まあ基本中の基本かなと思います。はい、で当然ながら、チャールズ・ダウですから、まあ、あのダウ先物指数のあれですね、ダウです。はい、ダウ平均ですね。うん、はい、もともと当然ながら株式市場で分析するときに、対応されたものでして、もう本当に100年90年前のお話でございますが、今にも語り継がれている、うん、まあもう本当に基礎中の基本のまあ、テクニカル分析手法の一つといっても過言ではないでしょう。はい、まあ、FX や商品先物、まあ、ビットコインなどの、ね、暗号資産などにも多く、金融商品でも通用する、分析になります。ではダウ理論6つの法則っていうことで、うん、こちら6つございます。うん、価格は全ての事象を織り込む、うん、2トレンドは3種類ある、うん、3トレンドは3段階ある、うん、4平均は相互に確認される、うん、で5トレンドは出来高でも確認できる、うん、6トレンドは明確な転換サインが出るまで続くという、こちらの6つがダウ理論と呼ばれております。うん、はい、ではこちらダウ理論の基本的な考え方ですね。まあ高値と安値を切り上げる、安値と安値を切り下げるというので、まあ当サロンでもお話ししているロウソク足千本ノックの中に出てくる基本中の基本ですね。うんうんうん、はい、まあ、これがまあいわゆるダウ理論でございます。はい、まあ、当然わずかながらでもね高値を更新している、わずかながらでも安値を更新しているのはもう下落トレンドだというふうな、認識で、まあ、マーケットに臨むのが、まあ、基本的な姿勢かなと思います。うんうんうん、まあ、いわゆる高値を切り上げた時っていうのはショートカバーや損切り注文が発生するので、よりロスカット、そして、買い上がりの注文がダブルで入りますので、まあ、トレンドがグググッと伸びる、グググッと下がる、はい、まあ、この理論を意識した内容となっています。ストップとか相手の、損切りを巻き込んで伸びていく相場、順張りトレードをより、このダウ理論を活用してですね、まあ、本物の伸びるトレンドを見つけるられるようになると、まあ、トレード成績はまた格段に上昇するようになってきます。はい、では一つ一つ見ていきましょう。まず法則1、価格は全ての事象を織り込む。これは全ての事象はチャート上の値動きに反映されているっていうことで、まあ、経済指標であったり金融政策であったり戦争や災害などの地政学リスク、相場さまざまな事象を受けて形成され、そういった需給のバランスによって成り立っているものっていうふうに捉えていただくっていうことですね。全ての情報が織り込まれた結果が現在のチャートに反映されているということで、うん、チャートが全てであり正しいですよっていうような、常に正しい、常に正しい相場が正しい、はい、っていうものです。うん、はい、
そして法則2、トレンドは3種類あるということで、ダオ理論では相場には3種類のトレンドがあると言われています、うん、長期トレンドでは1年から数年継続するもの、うん、そして中期トレンドでは3週間から3ヶ月間継続するもの、うん、そして短期トレンドは3週間未満っていうことなんですけど、うん、ちょっとだけ補足するとですね、うん、まあ、例えば長期トレンドで言ったら去年のドル円の大相場あったと思うんですけど、うん、あれが長期トレンドに入るかなと思います、はい、で中期トレンドは何かっていうと、その間にできた大きな押し目っていうのがこの中期トレンドになります、うん、でこの3週間未満の短期トレンドっていうのは、その、押し目を作った間にちょこちょこあるようなトレンド、これが3つ以上集まるとこれが中期トレンドになるっていうふうに言われております、うん、はい、こちらが、トレンドは3種類あるっていうこちらの法則でした。さすがだね、テクニックアナリスト。では続きまして法則3、トレンドは3段階あるっていうことで、うん、第1段階先行期、一部の先行投資家が底値で買ったり、うん、天井から売ったりして価格に緩やかな動きが出る時期っていうものなんで、うん、初動ですね、トレンドの、はいはい、そして第2段が追随期、はい、先行期の動きに市場全体が追随して急激な価格変動が起きる時期、うん、まあ、トレンドができてくるような時期ですかね、うん、で第3段階目が利食い期ということで、先行期にエントリーした投資家が 利益確定を行う時期ということで、うん、まあ、この時期になると例えば経済指標であったり、うん、まあ、結構その相場に参加する割とこう みんなが同じ方向を見る時期って言ってもいいぐらいの金付きみたいなところです ね、はい、この3段階があるという時期になります、はい、まあ、図にしたらこのような形で先行期、はい、追随期、利食い期となります、うん、あ、みんな利食い期から入るんだよねなぜなら高値と高値を切り上げてるから、はい、それを真面目な人は真面目すぎるんで、まあ、ぶっちゃけ遅いんですけれども、うん、入れない場所は、うんうん、まあまあ誰でもぶつかる壁でしょう。利食いから入っていって、まあ、小さなトレンドをシュッと抜きに行くぐらいから始めるのがいいのではないでしょうか。うん、まあ、先行期で入れる人ってほとんどいないので。そうですね。ちなみに僕が入ってようやく先行期のもう矢印のもう最後の方ですよ。うん、まあ、なので先行期で入る場合はその超ボトムとか、はい、土天井は狙わないように皆さんご注意ください。では続きまして法則4、はい、平均は相互に確認される、こちらはですね、より高い精度でトレンドを捉えるためには複数の銘柄で同じトレンドを確認するべきということで、これは 株式市場の分析でより重要となる考え方なので、まあ、例えば同じような銘柄とか同じような種類の 業種とかの株価はこう連動するべきだよねっていうような考え方になります。なので FX で言えば、まあ、相関関係のある通貨ペアとか、うん、指標を確認をすることが重要かなっていう風になってきます、うん、まあクロス円とか同じだからね。あ、そうですね、確かに。ビットコインもイーサリアムも仮想通貨も全部同じ値動きしますんで、うんうん、はい、まあ、それか、例えばニュージーとゴードルは同じように動きやすいとか、うん、欧州通貨は同じように動きやすいよねとか、まあ、そういったことになるかなっていう風に思います、うん、そして法則5、トレンドは出来高でも確認できる、まあ、これはちょっと株式市場でのに基づいたあの理論になりますので、ちょっとここら辺は FX とちょっとなかなかあのすり合わせるのは難しいところもあるんですけれども、出来高っていうのはそもそも何なのかというと、一定期間中に成立した売買数量っていうことで、株式投資では出来高を確認し、市場の活性度合いや銘柄ごとの人気度を判断していくっていうものになってるんですが、うん、FX でいうところで言うと、まあ、これは業者の売買動向っていうのは、売買比率であったりとかポジションブックとかそういったものをあの公開している業者であったりとか、うん、あとは2022年でいうとドル円が150円まで上がったんですけれども、うん、その時の国内の FX の取引合計額が1桁を超えたっていうことで、うん、それだけのトレンドがあるとやっぱそれだけの取引額が増えるんだなっていうところでも確認できるかなと思います、うん、また出来高プロファイルなども、活用いただけるのかなと思います。一番最後がこちらが一番こう皆さんがよく使われるっていうか大事なところだと思います、うん、明確な転換サインが出るまで続くと、
はい、うん、こちらヒロピーさんよく使われてますよね。はい、まあ、読み上げるとダウ理論では発生したトレンドが明確なトレンド転換サインが、はい、転換サインが出るまで継続すると考えるものですと、うんうん、はい、まあ、先ほども申し上げた通りですね、上昇トレンドの場合は安値を更新せず高値を、更新していく、まあ、安値をこう切り上げていってかつ高値も切り上げていく相場ですね。はい、もうこれが、上昇トレンド、うん、で全く逆パターンですね。高値は更新せずに高値を切り下げていって安値も更新していく、はい、これが下降トレンドでございます。で、難しいのはトレンド転換の時です、うん、ね、高値を切り上げてったのに切り上げない、上げずに安値が切り上がらずに切り下がったっていう時から、相場っていうのが非常に難しくなります、うん、特にですね、先ほどのフリップに出た、利食い期と言われるところでこういう意地悪な値動きが出始めるんですね。で、一回安値を更新したんですけれどもまた高値を更新し始めたりとか、高値と安値を同時に更新し合ったりとかですね、まあ、市場参加者をどん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 迷わせて振るい落とすフェーズっていうのがあります。でこういった難しい値動きが出るのはほとんど、利食い期のもう中盤から後半にかけてですね、はい、で、まあ、そのタイミングではもうなるべくエントリーせずに利食いして逃げなさいっていうふうには、まあ、当チャンネル当サロンでは、お伝えしてるんですけれども、まあ、ここの見極め方一つで未来に残る収益利益は非常に大きく変わってきます、まあ、年間のね取引成績はここでどれだけ失点を抑えるかによってプラスマイナスが明確に出てくるので、うん、まあ、本当にこのトレンドの転換サインというふうに簡単には書いてあるんですけれども、すぐにも転換するわけでもないですし、しばらく転換サインが連続して、点灯した後反転するものですから、まあ、これは文章だけで、皆さん鵜呑みしないようにご注意ください。つまりもうね、こういうサインが出始めたらですね、戻り売り押し目買いやらない方がいいです。見送りっていうのが正しい選択肢になってきます、うん、これは僕の経験上です、うん、はい、じゃあこちらの絵ですね、こちらは2つとも継続パターンなんですけども、上昇トレンドの場合はもう高値も切り上がってて安値も切り上がってるっていう状態が上昇トレンド、うん、はい、下降トレンドですと今度逆で高値と安値がそれぞれ切り下がっている状態、うん、これが続けば、そのトレンドは続いていくというものですね、うん、はい、で今度トレンドが転換するときがどういうふうになるかというと、まず上昇トレンドの場合は高値が先に切り下がります、うん、そしてその次に、その安値まで到達して切り下がってしまうとここで転換っていう風なサインになります、うん、はい、今度下降トレンドは全く逆で、今度上昇してきて、直近の安値を下回らずに切り上がってしまい、でさらにこの高値も抜けてくる、ここが転換サインとなるということですね、うん、では実際にチャートで見ていきましょう。こちらドル円日足2022年、そして今年の値動きです、うん、もう今お話しした通りですね、全てにこれに凝縮されているようですねはい、めちゃくちゃ簡単ですね。高値と安値を切り上げております。これは上昇トレンドです。去年はボーナス相場でした、すごく取りやすい相場でした。対してこの10月から境に高値を切り上げなくなって切り下げたので、やはり下降トレンドがスタートしたわけですね、はい、ちょうどですね、またここから10月から1月2月まで1月までか切り下がっていたのですが、はい、うん、つい先日、おやおや、安値つい先日ですね、はい、本当に安値を切り下げなくなってきたか、うん、ね、ここがお山の天井だったんですけども、切り下げずにね、先ほどの図通りですよね、うん、切り上げ始めたので、これはもし反転かもしれないという局面でございます、はい、でもね、やはり相場っていうのはなかなか意地悪なので、まあ、こういったね、当時も例えばこういう風に見えていた、ね、こうなってたわけです、うん、ですが部分的に見ると、あ、もしかしたらもう下降にトレンドに入ったのかもしれない、うんうん、ね、ここも割れるかもしれない、131円の50銭あ、割れた、少し割れたなのに切り返していく、うん、あれれ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 れ
はい、まあ、ここもそうですよね。まあ、なのでいち早く切り替えて仕掛けるのもいいんですが、こういう相場もあって全部ひっくり返されることもめくられることもありますので、よく注意してですね、慎重にエントリーするようにしてください、うん、ちなみにこの、撮影をしているのは2023年2月8日ちょうどね、この太陽線が出て、太陽線2本出て昨日下落して、今日もまたちょっと陰線気味ですが、まあ、今日はここで踏みとどまったりとかして、さらに高値を超えていくのであれば当然上昇トレンドに転換、うん、逆にですね、これが騙しとなってですね、再びこの安値を切り下げるという意地悪な値動きをして、さらにここの安値127円の30銭割れることも当然確率的にはありますが、それはもう出たとこ勝負は感はあるので、もうここで上昇トレンドに行くぞという時は皆さんここで買って、当然この下とかもう少し時間足、1時間足とか4時間足にして、まあこの辺に引ける山と谷の際のポイントにストップを置いて買う、もしくはまだまだ下落トレンド継続だぞという思う方はここをバックに戻り売りで、損切りはこれの上に置いて、引きつけたところからショートを売って、エントリーしてですね、利益確定をまた狙いに行く、まあ、このレジスタンスサポートライン、サポートラインですね、サポートラインが引けるポイントの手前でもいいですし、もう割れるまで狙うとかですね。で、まあ、正直僕はですね、いつもどっちにかけてもいいと思うんですよ。はい、リスクリワードがいいように、そしてやはりダウ理論でございますから、ストップを捉えてですね、伸びやすいのはさあどっちだろうっていう時は、まあ、やはりですね、人と違うことをやらなきゃいけなくなります。で、確率は低くても人と違う方を選択すると当たった時大きく利が伸びる、はい、例えばもう明確に直近高値と安値はこうなってるわけなんですけれども、ここは一つしかレジスタンス条件がない、まあ、過去に1回極めて分かりやすい目だった128円ぴったりぐらいですよね。ここで切り返して上昇していた、逆に売り方の場合はここと132円、の90銭、もう一度こちらも2日前ですね、132円の90銭ぐらい2回止められたんですね、こっちとこっち。つまり2回止められたってことはもう一度止まるだろう、2回止まってるのでもう1回しようとしてるだろうっていう、もう人口が圧倒的に売り方の方が多いだろうというふうに判断するのであれば、買いを選択して上方向に突き抜けて走る。なぜならこことここを意識した戻り売りプレイヤーがこの上に損切りを置いているので、これをめがけて潰しに行ってやるという気持ちでロングエントリーする、もしくはここをブレイク、もしくはここをブレイクするところを狙って戻り売りを狙うも十分いいんですが、まあそれぞれ見た中でね、どっちにストップの量が多いだろうというふうに考えながらトレードされると、またレベルが一段上がってくるのかなと思います、うん、ちなみに僕は買い方法で守ってますが、まあいわゆるですね、これはやっぱり対極的に見るとこれ下落トレンドですよね。そうですね、はい、1回しかまだ高がされど1回しか切り上げてないので、うんうん、これは冷やしベースではどうですかって言ったら、僕は買ってますけれども、うん、ロングしてるんですけれども、これは下落トレンドですねというふうに間違いなく言います、うん、ただし当てた時の利益対価がでかいので買い方向で狙っている、ただそれが理由です、うん、はい、ということでですね、皆さんもですね、ダウ理論というのはこういうふうにね、うん、相場のサポート、この場合はね、下落トレンドのサポートラインをどん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 割り込んで、マーケットが走っていく様を追いかけながらで、この手前、この後ろに、注文を入れて、ね、これも戻り簡単でしたね、ここ、うん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 、ね、で、この手前で戻り売りをしてもいいわけです。もしかしたらこれね、今回もこういう風みたいになるかもね、ポンチョンチョンチョンと。確かにそこも切り上がってますもんね、よく見ると、うん、なる場合もあれば相場反転でこのまま上昇していく、こっちの逆ですよね、もう上げ、うん、切り上がっていたところは切り下がっていく、うん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 、というので、まあ、これがですね、基本的なダウ理論 の考え方ですので、まあ、相手がどこにストップを置いて、どこを抜けたら大きく
マーケットが動くのかっていうのを探しに行くゲームですね、うんうん、はい、まあ、そのように皆さんシンプルにお考えいただいてですね、まあ、日々のトレードに役立ってていただければと思います、はい、まあ、ここにようやくこうね、オシレーターとか移動平均線1本書いてみるとまた違った見方ができると思いますので、まあ、そこは各自皆さんスキルを磨いていってください、はい、はい、まとめです。こういったですね、ダウ理論で勝つ方法っていうのは、まあ、ネット上この YouTube 動画も含めてたくさんたくさん出てきますが、人それぞれ解釈の仕方や説明の仕方は若干ニュアンスはずれてると思います、うんうん、まあ、しかしながら CXR 投資チャンネル、および、ヒロピーやユカティンではこういった理解で日々トレードしておりますので、まあ、共感いただける方はぜひこの、イメージでですね、トレードをしていただければと思います。まあ、その他過去にですね、ガイタメ .com の神田部長とコラボ動画撮影した際もですね、このロウソク足チャートとさらにですね、まあ、こういったレジスタンスサポートラインの下に、まあ、ストップ注文がどれだけあるのか、もしくはいないのかっていうのも、実はですね FX 会社のツールを使えば分かったりするんですね、まあ、つまりですね、より角度の高い、まあ、ここをブレイクしたら走るぞ、ここを割り込んだら急落しちゃうぞっていうポイントをですね、まあ、そういった FX 会社のオーダー情報というツールを使ってですね、まあ、ライバルの注文動向をですね見抜いてですね、そこにストップ注文がある、もしくは意外となかったとかいう時は、やはり下ヒゲ上ヒゲでピョンって終わっちゃうんですね。終わってまた反転して、まあ、いわゆる騙し相場になるんで、その、騙しの確率を少しでも下げるために、そして少しでも大当たり相場を当てる、ためにですね、まあ、そういった、またさらに突っ込んだですね詳細動画もいくつか、過去に撮影しておりますので、概要欄からもう一本動画をご確認いただければと思います。この動画が良いと思ったらグッドボタン、グッドボタンを。毎週金曜ミニ相場展望ライブも行っております。ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。 当社のサロンの宣伝です。ほぼ月間5、60本レポートの配信をしております、僕と山中さん、小山の3人中心で配信しております。特典では相場指標レポートや僕のポジショントーク、為替と、ビットコインのポジショントークですね、はい、その他月1月2の限定ライブ配信など、皆さんのご質問にお答えしております。その他トレード添削みたいなのも簡単にやっておりますので、提出していただければ僕から直接コメントして動画でお返しいたします。その他ですね、1ヶ月目インジケーター、3ヶ月目、6ヶ月目、1年後っていうので、期間を設けてインジケーターなどを配布しております、僕がいつも出しているこちらのですね RCI4 ライン、もう僕は RCI4 本使うんですけども、あ、めちゃくちゃいい形してるな、これ反発する形状です。ちなみに、ここで合図が出てます。この足ですね、この足が出たら、なんで次の押し目は RCI1 時間足的には最高ですね、はい、といったですね RCI の使い方、大きなトレンドが出た後の反転上昇反転下落でめちゃくちゃ使える、オシレーターなんですけれども、それの RCI4 ラインをトレーディングビューで、限定でお渡ししてます。ちなみに半年所属していただくと、この水星逆行と満月を知らせるムーンフェーズをですねお渡ししております。これも大潮の時に反転しやすかったりですね、トレンドが止まったりしやすいので、まあ、特にビットコイン周りや株でも使えます、おすすめです、はい、こういったのを特典としてプレゼントしているのは限定インジケーターでございます、まあ、その他懇親会やセミナーなども、定期的に優先的にお呼びしておりますので、ご興味ある方はぜひ、入会してみてください、はい、金額的には3980円です。まず動画だけ見てみたいって方は、限定プラン YouTube の、メンバーシップ990円からやってますので、ご興味ある方はぜひ入ってみてください。